桂正和、桂正和、桂正和、ラ正和、本名を同じ、1962年12月10日帯は、日本の男性漫画家。プロダクション名は、スタジオ系にある、福井県生まれの千葉県育ち、阿佐ヶ谷美術専門学校中隊。血液型は、A 型。2015年より、佐賀美術大学客員教授。1981年。 昭和56年に、週刊少年ジャンプ、修営者32号掲載の、転校生は変装生へでデビューし、1983年、昭和58年に、同志5.6合併号から連載を開始した、ウィングマンで再デビュー。主に、週刊少年ジャンプで活躍し、その後、週刊ヤングジャンプ、同人席。代表作に、ウィングマン、伝言少女。 IS など、週刊ヤングジャンプ市場において、Z マンを連載していた。評価は、日本国内にとどまらず香港、台湾、アメリカフランスなど様々な国のファンより、支持されている。1962年、昭和37年福井に生まれ、小学生の時に、千葉県千葉市村田町へ引っ越し、さらに中学になる頃に、道県市原市岩田へ移り20歳頃までを過ごす。 子供の頃から絵は得意で受賞などもしていたが、アニメや漫画にはさほど惹かれておらず、ウルトラシリーズや仮面ライダーシリーズといった特撮ヒーローものに夢中になっていた。中学時に V55 テクニックスという50万円のコンポーネントステレオが欲しく、当時50万円だった賞金目当てに手塚賞への応募を始める。最初の道具は手塚の入門を読んで、 小遣いで揃えたものだった。それまでは漫画家を目指していたわけでもない上に漫画もほとんど読んでおらず、当初は賞金だけが目的であった。目的のコンポは賞金を手に入れる前に買ってもらったが、漫画を描き続ける中で描く面白さを覚え、高校時には授業中にペン入れをするなどして漫画に没頭する。そして1980年、昭和55年の高校卒業間際に、 フレッシュジャンプ賞に投稿した作品が、戦外ながらも編集者、鳥島和彦の目に留まり、また、同時期に、手塚賞に応募していた、翼が佳作に入選す。高校時代には、電子戦隊電磁マンをきっかけとし投影の、特撮テレビドラマにのめり込む、詳細は、趣味の不死で口実。こうした特撮ヒーローもののファンゆえ、 そのトレースしただけのような SF 作品ばかりを描いていたが担当となった鳥島にラブコメディ作品を描くように勧められ転校生は変装生へを執筆する。同作は初めてのラブコメディあったにもかかわらず手塚賞準入選に入賞して週刊少年ジャンプ以下 WJ に掲載され専門学校在籍中に漫画家としてのデビューを果たす。その後 WJ で、ウィングマンの連載を開始し、多忙となったこと、そして3年への進級に失敗したことから、専門学校を中退。同作は、自身の好きなヒーローものにラブコメディ要素を取り入れた子によりヒットし、アニメ化もされた。ウィングマン終了後は、長期動員バンダー、プレゼントフロムレモンと短期終了の連載が2作続き、不遇の時代を迎える。 再び担当となった鳥島のサポートから恋愛物に取り掛かり、ウィングマンとは逆に恋愛に SF 要素を取り入れた読み切り、ビデオガールを1989年、平成元年に発表、同年さらにこれを元にした、伝英少女の連載を開始する。伝英少女は単行本関数としては、WJ 時代最長となる15巻まで続き、OVA 化。 実写映画化等様々なメディアミックス展開が行われヒット作となった。両作はカツラにとって漫画家としてのターニングポイントとなっており、作風に様々な変化をもたらした詳細は作風の不死で口実。またこの年公開された映画バットマンをきっかけにカツラはバットマンのファンとなり、以降の作品に影響を与えた詳細は趣味の不死で口実。 電影少女終了後、1992年、平成4年からは鳥島が、創刊編集長を務めた、週刊少年ジャンプ特別編集増刊 v ジャンプにおいて、シャドウレディー v j 版を連載。その後、WJ に戻り1994年、平成6年から、DNA、どこかで亡くしたアイツのアイス1995年、平成7年からは、シャドウレディー、 w j 版、とアクション色の強い作品を続けて評する。DNA の連載は単行本語漢文と比較的短期だったが、テレビアニメ化されている。1996年、平成8年には、初の青年史向け作品として、M を漫画オールマンにて発表する。そして翌1997年、平成9年には、WJ 編集部の移行に沿う形で、 SF 要素を一切廃止した恋愛漫画 IS の連載を開始する。同作は WJ 時代最長の作品となり、連載終了後にもメディアミックスが行われるヒット作となった。2000年、平成12年の IS 連載終了と同年に掲載された読み切り、ドクター・チャンバリーを最後に、カツラは長年活動の場としてきた WJ を離れる。 そして2002年、平成14年に発表された M 完全版以降は活動の場を週刊ヤングジャンプに移し、同年より Z マンの連載を開始する。5年以上にわたって連載が継続されており、桂最長の作品となっている。遺跡後に発売された IS の完全版は WJ 連載作品でありながら、ヤングジャンプコミックスレーベルからの発売となっている。 同じく漫画家で友人の鳥山明は、桂の作風について、桂は感動させたくてしょうがないと評している。作風が真逆なくらい違う鳥山が人間味を表現するのを嫌い、明るくくだらないやりとりを好むのに対し、桂はやや暗く感動を誘うような描写を好む。こうした自身の作風について、桂はアスナヒロシの悲しい作品の影響を述べている。 コミッカーズ1997年10月号では美少女とヒーローをカラーで描かせたら右に出る者はいないとの形容によってカツラの作品の特徴を端的に表している。こうした特徴から初のイラスト集である 4C も恋愛作品のイラストを中心とした L サイド L サイドとヒーローものを中心とした R サイド R サイドという構成になっている。 手塚賞加作受賞作である翼から長期連載の Z マンに至るまで変身ヒーローを扱った作品が多い。上日の通り高校時代には特撮ヒーローに夢中となってそのトレースのような作品狩りを書いていたこともあり、初期の作品には特撮ヒーローものの影響が強い。また、バットマン公開以降の作品については同作の影響を自身で述べている。 特撮ヒーローバットマンについては趣味の不死で口実。桂自身はヒーローものに対してはこだわりがあり、ゼットマンについては物語の構想としては変身ヒーローである意味がないことを認識しながらも僕がやる限りヒーローだよなとの思いが変身ヒーローものとして描いている。少年史でやってる限りラブコメが向いているらしくてとカ自身が述べるように 伝影少女、IS とヒットし長期連載となった作品には、恋愛要素が強い作品が並び、また恋愛を主題とはしていない変身ヒーローもので、あっても、WJ 時代の連載作品には必ず、恋愛要素と性的なサービスカットが含まれている。同じく鳥島にラブコメを求め続けられながらも、カくなに拒否した鳥山明とは、対極的に、カツラは、 その要望を受け入れたことによって作品が時代とマッチしヒット作を生み出していった。しかしこうした恋愛要素はコメディ要素とともにあくまで編集の意向を組んで描かれたものであり、初のラブコメディ作品、転校生は変装生へも担当のアイデアを取り入れることで執筆された作品であった。カラは恋愛作品について 自身の趣味とは全く異なるものではあるが嫌ではない胸を述べ最初のラブコメを苦痛なく悩まず描けたことがその後へと繋がっていったと懐述している。ただし、伝英少女の開始時には恋愛ものなんて嫌で嫌でしようがなかったし連載で描き続ける自信などまるでなかったいや自分に求められているものを意識しすぎて恋愛やエロを入れなきゃとか などのより消極的な発言も見られ、ウィングマンに登場する女性戦隊、ウィングガールズについては、ストイックな特撮ヒーローものをやりたかったため、本としては出したくなかったが、編集の意向に合わせて仕事と割り切り登場させた胸を懐述している。なお、恋愛物については、ラッセ・ハルストレムの映画、マイライフ・アズ・ア・ドッグの影響を自身で述べている。鳥山は、 カツラとの対談で、カツラはエッチなのが武器と述べており、性的な描写はカツラの作品の魅力の一つとなっている。サービスカットはウィングマン初期より登場していたが、電影少女の連載中に性的な表現に対する大きな転機が訪れる。当初恋愛物の執筆にあまり乗り気ではなかった。カツラは、せめてもの抵抗として、少年史にありがちな恋愛漫画を避けようとリアリティ。 現実感ある描写を求めていく。そして、男女交際の帰結として、ベッドシーンなどにも踏み込んでいくが、キスまでという少年史的な制約は厳しく、カツラは、この制約の中で、裸を出さずにエッチに描くことにより、際どくリアリティのある描写を目指していく。とはいえその限界の見極めは難しく、電影少女では、単行本に収録される、際の治む。 単行本発行後の修正、山口県での第三巻の有害図書指定と、当時強まっていた漫画に対する表現規制の煽りを直接受けることとなった。こうした際どい表現方法は、以降も桂ツの作品の特徴となっており、後の M や IS などにも受け継がれていく。美少女とヒーローをカラーで描かせたら右に出る者はいない、スーパーテクニシャンと言われるように、 画力の高さには定評がある。しかし、桂自身はあまり自分の画力を評価しておらず、絵柄の変更に抵抗を持たずに作品に合わせて意図的に変化させている。大きな転機となったのは、伝英少女の原型となった読み切り、ビデオガールの頃で、それまでの絵柄を壊しリアリティのある絵柄を模索し始める。これは、伝英少女の 連載前の漫画を描けない入院生活によって手が自分の絵を忘れてしまったことも転機とはなっているが、その他にも自分のキャラクターのルックスに飽きたこと、アイドル好きが加熱していたこともあり、自分の絵よりも現実の女の子の方が可愛いと思っていることなどが理由として挙げられている。その後の DNA ではコミックらしさにこだわって描き、 Z マンではシリアスなストーリーに合わせ劇画にしている。鳥山明との合作、サチエちゃんグーでは好きでありながら自分で封印しているデフォルメにも挑戦している。常述の通り、桂の描く美少女には定評があるが、ウィングマンの連載中には担当編集より色気がないとの指摘を受けていた。この指摘から、桂は色気を出して描くことを意識するが、 その結果として、女の子を主人公にした作品の依頼しか来なくなったと語っている。ただし、早い時期から美少女の描写は評価されており、ウィングマン連載中のファンレターや、長期動員バンダーの刊末にコメントを寄せた、土井隆行からは共に、女の子が可愛いとの値を受けている。少女の描写の中でも、特に尻の描写は評価が高く、鳥山は、 カツラ君といえばお尻との理由によって、サチエチャングーの主人公サチエのあざを尻に設定している。また同じく漫画家の川下志も水木も、カツラ正和先生の描かれるお尻なんてものすごいと、表している。美少女を描くのにあたりカツラは、グラビアなどからイメージをする程度にとどめ、特定のモデルを決めずに描いている。 これは特定のモデルを決めて描くと目の大きさなどのバランスが絵としては悪なり、修正を加えていっても良いものが描けないことによる。趣味は映画鑑賞とグッズのコレクション。また、高校時代には特撮ヒーローにも夢中になっていた。映画鑑賞のために自宅地下にはバットマングッズのコレクションルームも兼ねた AV ルームを設けており、かなりの予算をかけている。 好きな映画監督としては、サムライミを挙げており、資料の腹は宝の熱心なファン。2002年、平成14年のスパイダーマン公開にあたり、ライミが訪日した際には、週刊ヤングジャンプの企画で対談を果たしている。コレクションの対象としては、バットマングッズ、アンティークウォッチ、スニーカーが挙げられている。特撮変身ヒーローのファンであり、好きな作品としては、 スーパー戦隊シリーズの電子戦隊デンジマン宇宙刑事シリーズの宇宙刑事シャイダーウルトラシリーズのウルトラマンを挙げている。中でも高校時代に出会ったデンジマンは特撮ヒーローに夢中となるきっかけとなった作品でありエポックであり僕の中で戦隊物であれを超えられるものはないと語っている。特撮に対する熱意は作品鑑賞にはとどまらず 専門学校時代には自主制作映画の中で太陽戦隊サンバルカのコスプレを行い、学園祭には大戦隊ゴーグル5のレッドのコスプレで参加していた。そして特撮は単なる趣味にとどまらずに作品にも多大な影響を与えており、中でも投影作品はカツラがヒーローものを描くようになった原点となっている。デビュー時期に執筆された短編、 学園舞台3パロカンとその続編、学園舞台3パロ館 E は、戦隊物の自己紹介アクションを漫画で表現することを目的として執筆されたものであり、サンバールンやバトルフィーバージェ J といった戦隊物のパロディ作品となっている。そして、同シリーズに先立ち執筆され、デビューのきっかけとなった短編、翼は、電磁マンに熱していた時に描かれた作品であり、 本作を元として描かれた連載デビュー作、ウィングマンも様々な面で特撮の影響下にある作品となっている。そもそもとして同作は、東映の特撮物を自分で動かしてやってみたいという動機で描かれた作品であり、作中ヒーローであるウィングマンのデザインは鳥を基本とした上で、デンジマンの目がないところ、と胸から腕までの白いライを元とし、 デンジマンのシンプルさを目指してデザインされたものである。また、ウィングマンという名称もウルトラマンに地図と、うから始まり、マンで終わるところを合わせて命名されたものである。連載開始後には、制作に100万円以上かけた衣装で、自らウィングマンのコスプレを行い単行本、各館の目次背景に写真を掲載、さらに単行本では、 おまけページにおいて変身アクションの解説も作成している。カツラはバットマングッズのコレクターとしても有名で1997年平成9年のバットマンロビン・ミスター・フリーズの逆襲及び2012年平成24年のダークナイト・ライジングではパンフレにコメントを寄稿2008年平成20年にバンダイより発売されるダークナイトの アクションフィギュア、ムービー・リーラゼーション・バトマンバット・ポットでは、スーパーバイザーを務め、デザインアレンジとパッケージイラストを担当している。ファンとなったきっかけは1989年の映画、バットマンティム・バートンで、同作によって、ウィングマンの連載終了後には飽きいたヒーローものに、対する情熱が再燃した胸を語っている。映画自体については、 好きな映画ではあるが一番面白い映画ではないと述べており、カツラにとってのバットマンの魅力は、バットマンのキャラクター性にある。誰も見ていないところで、コウモリの格好をしてどちらが悪人だかわからないような、対応でチンピラに脅しをかけるといった行動や、怖い容姿をして、常に怒っている正義の味方バットマンと、バカみたいに笑っている悪役ジョーカーの両方が、同じくらいに狂気に満ちていることが、 東映特撮によって作られたカツラにとってのヒーロー像とは異なり新鮮であったこと、そして自分がヒーローであることを見てほしい、自己中心的な性格がウィングマンのケンタとシンクロしたことをその見いられた理由として挙げている。また一番好きな敵キャラクターとしてはジョーカーを挙げ、敵がジョーカーであったこともバットマンに没頭した理由の一つである胸を述べている。バットマン ロビン特集号の SMH-8 では自作のバットマン郷像が表紙を飾り、自家共に認める強度のバットマニアとの形容と共に、バットマングッズのコレクターとしての取りを受けたほか、フィギュア王ナンバー27でも漫画界切手のバットマニアとして取材を受けており、これらの取材ではバットマングッズのコレクションルームを兼ねた自宅地下の AV ルームを公焼している。バットマンは、 カツラの作品にも影響を与えており、特に、シャドウ・レディーと読み切り、ゼットマンは、バットマンの世界へのオマージュ作品となっている。より直接的な描写としては、頭の尖った耳をバットに変えた、パロニキャラクター、バットマンが、電影少女の作中に登場している。なお、愛犬は、バットマン登場キャラクターアルフレッドにちなみ、メスであるため、アルフレッコと名付けられている。 また、WJ 連載時の自画像にも、バットマンの絵を使用していた。OVA、電影少女、ビデオガール AI- のサウンドトラック CD、どちらも発売は、ビクター音楽産業において、歌、作詞、作曲に一部参加している。鳥山と、カラは鳥、島和彦によって、才能を見出された、友人同士であり、数少ない漫画家の友人の中で、 最も信仰の深い人物として、互いに互いを挙げている。またアシスタント経験のないカツラは鳥山に漫画の相談をすることもあり、鳥山との関係について、師匠と言ってもいいかも、や、学校の先生のようなもの、と表現している。初期には共に田舎出身であることから、鳥山がドクタースランプに田舎者としてカツラを登場させ、カツラがウイングマンに、 都会者であるかのように振る舞う、生徒会、鳥山や、ミスターマヤリトとして、鳥山を登場させるなどと、互いに、相手の方が田舎者であると冗談でけなし合う、やりとりを、ジャンプ市場で行っていた。また、桂が、病気療養のために、ウィングマンを一時救済した際には、応援コーナー、頑張れ、頑張れ、桂ツくん、に、田舎友達として鳥山がタイトルとイラストを、 寄稿している。互いの作品に影響を与えている場合もあり、ドラゴンボールにおいて、孫悟空が、境を笑わせるために使ったギャグはカツラが考えたものであり、フュージョンのポーズの考案にも関わっている。一方、鈴風のパンテノンは、鳥山との雑談の中から生まれ、DNA で、主人公が髪の色を変えて変身するのは、鳥山のアドバイスによるものである、カツラから、 スーパーサイヤ人に似るのでは。との問いに、鳥山は、大丈夫、わかりゃしないよ。の応答から作品を発表するも、読者からは、パクるな。との批判の声が多かった。また、Z マンでは、車のデザインを行っている。2008年には、原作、鳥山明、漫画、桂正和で読み切り、サチエゃんングル、を共作。また2009年末からは、 同じ分担で、ジヤジヤを、週刊ヤングジャンプにおいて、全3話の短期集中連載を行う。主要参考文献のみを記載。この他の参考文献については、個別客中方式で出典に記載している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。